はいどうも皆さんこんにちは、のしーです。さて今回は自動焼き鳥製造機を作っていきたいと思います。今回の自動焼き鳥製造機のコンセプトはいつもと同じシンプルなんですが、構造的にはこの上のマグマの上にいる鶏たちが親ですね。この親が産んだ卵が下のディスペンサーから発射されて、でその発射された卵が8分の1の確率で赤ちゃんが生まれて、でその赤ちゃんが成長した時にこのマグマに鶏が触れて、で焼き鳥ができるというものになっております。マグマの下にいるこの鶏がなかなか成長しないのでちょっと強引ですが、この隙間から小麦の種を与えてどんな感じに成長するか見ていきたいと思います。なかなか大きくならないな。 OKOKOK、まあ、こんな感じになります。まあ、大きくなってマグマに、あの鶏が触れて焼き鳥が手に入るという感じですね。それでは自動焼き鳥製造機に必要な素材を見ていきましょう。チェストが2個、ホッパーが4つ、ディスペンサーですね、発射装置が2個、あとガラスが8個、土台などに使う石ですね、これが多めに1スタック分用意してます。あとハーフブロックが2個、溶岩入れバケツがこれ2杯分ですね、必要となります。で、レッドストーンが14個、コンパレーターが2個とリピーターが4つ必要になります。それでは自動焼き鳥製造機作っていきたいと思います。チェストを2個並べまして、その後ろにホッパーをスニークしながら設置いたします。こんな感じですね。で続きまして、チェストとホッパーの周りをこのような形でブロックで折っていきます。ハーフブロックをですね、このホッパーの上に設置いたします。でその後ろ側に発射装置ですね、ディスペンサーを2つ並べて設置いたします。続きまして、このハーフブロックの横にブロックを1つ設置いたしまして、こちらここにもブロックを設置、反対側もこのような形でブロックを設置いたします。でガラスブロックを、チェストの真上にですね置きまして、さらにその上にもガラスブロックを設置いたします。そうしましたらこの上にさらにブロックを積み上げていきます。こんな感じですね。ディスペンサーの上にホッパーを2つ、ディスペンサーに向けて設置いたします。続きまして、溶岩入りバケツをガラスブロックに向けて2回流し込みます。このような形ですね。で続きまして、またブロックをこのような形で積み上げていきます。ここですね、おっとっと、こんな感じで周りを覆っていくという感じです。で続きまして、このマグマの上ですね、ここにガラスブロックを2つ設置、でさらに、この上にもですね、ガラスブロックの上にもガラスブロックを設置いたします。あとはこの周りをブロックで覆っていくという感じですね。高さがここホッパーの上から2段出来上がっていれば OK ですね。続きまして、後ろ側に回って回路を作っていきます。回路にはレッドストーンダストとリピーターとコンパレーターを使っていくんですが、それを置くための土台をこのような形で作っていきます。今回は 4×6 の地面のサイズで作っております。続きまして、リピーターとかコンパレーターをね設置していく感じになるんですが、まずはコンパレーターをディスペンサーの後ろ側ですね、背面側に、設置いたします。こですね、こっちも同じようにコンパレーターを設置いたします。でその先にリピーターを設置いたしまして、レッドストーンダストで伸ばしていきます。でリピーターをここに設置いたします。でここにレッドストーンダストを設置と、反対側も同じような形になりますね。こうかな。これで、回路の方は完成です。ちょっと大きいんですけど、こうすることによって発射装置に入ったものが全て吐き出されることになるので、ホッパーに卵が連続で入ったとしても、ディスペンサーから卵が発射され続けると。このように卵を入れて吐き出されるまで、全て吐き出されるまで回路が動き続けるという感じですね。で、ここにひよこちゃんが生まれると。いう感じです。鶏を連れてくる時にはこの装置の横にこのようにブロックを積み上げて階段を作ってあげて、でその階段を通じて鶏さんを連れてくるという感じですね。実際にちょっとやってみますが、このように小麦の種を持って上の方まで誘導しますね。でスニークでギリギリまで立って、あの穴の魔界ぐらいに来た時に物を持ち替えて落とすという感じで
鶏をあそこに落とし込めると思います。ここやんなくてもいいんですけど、このように上にトラップドアをつけてあげると、あの若干この鶏の焼き鳥製造機の見栄えが良くなるので、こういった、ものをつけてもいいかもしれないですね。以上が自動焼き鳥製造機の作り方となります。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you!